同人誌即売会。同人誌即売会とは、同人誌を配布、販布、販売する集会である。単に、イベントとも呼ばれる。日本で行われる、同人誌即売会は、漫画、アニメ、ゲーム関連の同人誌を販布するものが圧倒的に多く、以下の記述も、そのような即売会についてのものである。また、その中でも様々な分野における、同人誌即売会が存在し、 書籍に限らず、ソフトウェア、音楽 CD、グッズのような立体物なども配布、販売される。2000年代には10万人以上の参加者を集めるイベントも存在し、数千人程度の規模であれば、日本各地で見ることができる。一般的な書店でも同人誌コーナーが併設されることは珍しくなくなった子も合わせて考えると、 このような文化が渦漏れていた存在ではなくなり、表沙汰になったことの象徴とも言えるイベントである。同人誌即売会は、オールジャンル系イベントとオンリージャンル系イベントの2種類に、大別できる。サークルの活動内容やジャンルについて制限しないもの。コミックマーケットや、コミックシティ、コミックトレジャー、コミックライブ、コミック1、クリエーション、ガタケットなど。 数千数万規模のサークルを集める大規模のものから数百スペース以下の小規模なイベントまで多岐にわたる。規定としての制限はないものの、イベントごとにサークルの集まりやすいジャンルというものが存在し、複数のマイナージャンルはよろせとしてひとくくりにされたり、実質的にジャンル制限されていることも多い。この意味で競技のオールジャンル系イベントとは、 コミックマーケットをはじめとするごく一部しかないとも言える。なおコミックマーケットや5月のゴールデンウィーク期間中に開催されるスーパーコミック式等開催が複数日となるイベントや比較的規模の大きいイベントにおいては参加サークルの活動人類、作品内容によってサークル参加可能な日程、配置されるホールが指定されている場合がある。 サークルの活動内容、活動ジャンル、または反物を限定したもの。一般的に限定対象の後に、オンリーを付けて呼ぶ、例、創作オンリー。限定するジャンルは、反物の内容、例、一時創作、ゆり、二次創作の対象となる作品、例、ガンダム、反物の形態、例、本、グッズなど多岐にわたる。これらの分類を、さらに細分化した。 オンリー、例、一時創作の本限定、初代ガンダム限定も一般に行われる。最大の創作系オンリーである、コミティアや、東方プロジェクトオンリーである、白霊神社霊大祭などのように、数千スペースの規模で行われるイベントもあるが、多くのイベントは、数十数百スペースの比較的規模の小さい、イベントである。イベントの規模としては小さいが、 特定のジャンルや作品に対して思い入れの強いファンが集まること、オールジャンルイベントでは他のジャンルの作品に渦漏れてしまうようなジャンルの同人誌サークルをアピールする目的等で開催されている。オンリーイベントを開くほどサークルの絶対数がないジャンルの場合、複数ジャンルが行動でオンリーイベントを行ったり、オールジャンル系イベント内における企画として結束し、 イベント内のサブイベントとして、疑似的なオンリーイベントを行う、プチオンリー、または、ヤドカリオンリーと呼ばれる形態をとって行われる、場合がある。特に近年では、都市部でのイベント会場確保の難しさや単独で、オンリーイベントを開く場合に比べ、事務手続きの手間や開催にかかる予算が軽減できる、ことなどからこの方式をとるオンリーイベント主流となっている。現在開催されている。 同人誌即売会で、比較的規模が大きく、数千数万規模のサークル参加者数がある大型の展示会場を使用して行われるイベントや、開催頻度が高いイベントを運営する団体などは、効率的かつ、安全、安定的な運営を目的とすることなどから、主催団体の法人化、企業、非営利団体などを行っているイベントが多くを占める。一方、 地方で開催されることの多い100スペース未満のオールジャンル系イベントやオンリージャンル系イベントでも比較的規模の小さく数十数百中小規模のイベント会場を使用して行われるイベントやプチオンリーやドカリオンリーと呼ばれる形態でイベントを行う団体の主催者は個人やサークル、任意団体など法人格を持たない団体が主催者もしくは 運営責任者となっている場合が多い。基本的には、東京23区、政令指定都市、または、各県庁所在地にある、公営、民営の展示会場が使われるのが、一般的で、政令指定都市、県庁所在地以外の地方で開催されることは、ほとんどない。代表的な会場として、以下のものが挙げられる。日本の見本市会場一覧も、参照のこと、 また、その他の地域での大規模開催では、ドーム球場、実例として、札幌ドーム、福岡や福岡、ドームなどや、大型、多目的ホール、大宮ソニック式などなどで開催するイベントもある。その一方で2007年に、青年向け同人誌を扱うイベントに対して、会場の貸し出しを拒否する事例も出てきている。動認詞。 同人誌と青少年を取り巻く問題も参照されたい。コミックマーケット、参加者の区分も合わせて参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。